が語っていいですかはいというわけでこの放送はお互いのワカ知識を引けらかし合う番組ですそして有識者からのコメント、はい、続々お待ちしておりますはいお願いしますはいというわけで,で、ね、我々はもう本当にワカ知識で適当に喋ってるので、えーうん、気になった方は必ず調べてくださいというねほんまに調べてくれてる人おんのかな、えー、いやもうちょいちょい聞くっていうかなコメントでならくれる人もおったりとかすよね したんでまあまあでもねそんなね何言ってたかなんて厳密に覚えてませんからそんなのできるだって、うん、ねでまた Spotify とかでねアーカイブとか拾ってもらったらと思うんであそうですね、うん、あれもねいい感じみたいでまあまあじわじわとね我々のこのライフワークにお付き合いいただいたらと思っておりますけどもはいお願いしますはいじゃあ早速行きましょうかああ今日はね私がお話をお 今日マークがお話しくれますか<あ>、はい、私はねえーはい、岩野はあんまり知らんかもしれんけど俺めちゃくちゃ香水好きなんよはあ香水ねそう,そうそうそうまあ確かにマー君はなんかものすごいエいにおいするからねいつもねでもそうか昔から昔岩野と一緒におった大阪時代でいうと多分12、うん、個ぐらい香水持ってたけど今俺もう16個ぐらいあんねんかあそういう意味 特にってこと最近特にってこと最近特に香水を<ー>そうへえ香水かあうん昔つけてた時期もあるしちょっとなんかはまってた時期もあるもう、まあ、め,めっちゃ前でもそれ高校生くらいやなあのそうブルガリーのなんかねなんでかは知らんねんけど<お>あの免税店 あ,んあるねで買ったら安いやんな確かなその旅行とか行くそうそうだから、はい、親とか,か周り親戚の人とかがなんかよくその免税店でブルガリの香水のなんかそういうセットみたいなのを買ってもって部屋にめちゃくちゃ飾ってた時はある、うん、あの、何うか入ってるやつやんなあそう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 、ね、そんなうちゃそう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 っうそ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 うるうそ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 そそうそう 使っそんなに使ってなかったかもね、その時は。はいはいはい。まあ今日はその香水にまつわるお話というか。ほう。うん。とある一人の人物にちょっと。深入りしていこうかなと思いまして。うん、はいはいはい。香水か。ええー、うん、どんな系の話なんやろ。えっとね、エルネスト・ボウっていう人の話やね、うんはい。エルネスト・ボウ。ボウ<ー>。ボウ。 ボうっていうのは、もう、それは、何、名字になるってこと、ボうってうそう。やう、ボーさんのお話やな。ボーさん、エルネスト・ボうさん、はいはいはい。まあ、多分、聞きなれへん名前やと思うねんけど。うん、でまあもちろん、めちゃくちゃ香水好きな方は、ああ、あの話ねってなるとは思うねんけども、もうちょっと進めていくわ。えー、あーエルネスト・ボうさんは香水界ではすごい有名な。やそう。うんそうは1881年。1年8 1年かな。はいはいはい、881年。 140年前かはい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 、はい、日本はだからもう明治の中旬中盤あたりかじゃぐらいかなうんその1881年にフランス人のお父さんのもとでロシアのモスクワに生まれるのよへえお父さんはロシア,ロシアに生まれるフランス人の親を持ってロシアに生まれるそうそうそう,そうはいで 当時、えー、ロシアの最大の科学企業で化粧品の製造も行っていた会社に、うん、まずは石鹸の研究者の助手とはい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 その会社で、まあ、調香、うん、いわゆるまあ香りを調べると書いてあの調香。 あ、はいはいはい、言ったらまあ薬剤師でいうとこの調,調剤師みたいなことやそうそうだからその調工師はうはいはいその調工の勉強もして、うん、で調工、うん、の技術も身につけて香水の開発に携わるようになるのよ、うんはい、へえその会社が香水を作り出すってことその会社がそうそうそうで1912年、まあ、彼が31歳ぐらいの時に、うん、ほう エルネスト・ボーの作った初めての香水をリリースするんやけどほうこれがブーケド・ナポレオンっていう名前でなブーケド・ナポレオンうんまあ言ったらナポレオンのブーケやはいはいは花束<の><う>花束みたいなはい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 まああのナポレオンのうんあのボロジノの戦いっていう戦いがあったんやけどボロジノの戦いはいはいはい、はいうん、ここはなこのボロジノはあんまりな関わってけへんから全然忘れてくれていねんけどうん この戦いから100周年っていう記念の年やってんの、1912年が。ああ、そうない。1912年が100周年。ということで、えー、坊さんがブーケド・ナポレオンっていうのを100周年記念だって,ってリリースして、はい。で、それがバカ売れするのよ。へー、うん、香水が。そう。へ<ー>大ヒットとなって、そのロシアの会社も大,大儲け、莫大な利益を得ると。はい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 。坊さんはつまり、お前やるやんと。 認められててて、うん、もう聴講師として名を上げていくねんな、うん、はい、そうでもここで1912年あたりってうん第一次世界大戦が始まっちゃうんだそうですねははははいはいはい、はいでこれによってもともとフランス人のお父さんがおるって言ったやんかはい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 だからフランスに戻らざるを得なくなるのよ。ああそうなんやそうフランス人やからなロシア人じゃないから。はい

はい、一つターニングポイントを迎えねんけどここで北欧ってやっぱりロシアではないような綺麗な花がいっぱい咲くのよあのハイジの世界観とか思い出してほしいあーはい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 、うん、豊かなあの浄土に恵まれたところでいろんな花々と出会って高知っていうかその高原地帯っていうかその、うん、そうそそそそうそううういう場所でやからや、うん、あの山の上にはにしか咲かないそういう綺麗なお花とかいっぱいあるってことやうんうんうんでそれらによって お花の香りっていうのをすごく王さんは吸収するわけよ <laughs> はいはいはい環境でね、うん、あなるほどこんなにいいお花の匂いがあるんだっていうのをたくさん知る、うん、かつ、えー、そのさっき言ってた勤めてたロシアの会社で、うん、アルデヒドっていう匂いのある化合、えー、化学化合物かはいはいアルデヒドうんまあ聞いたことあるやんアルデヒドうんうん、うん、あれは匂いを放つんやけど、まあ、あれが香水のもとになっていくねんけどはい その研究をしていたことによってそのお花の香りとアルデヒドのこの技術それらが組み合わさってさらに某の調光技術がレベルアップしていくねんなほうで第一次世界大戦が終わってうんでロシアの会社はロシア革命によって解体もされてしまうねんな,くなってしまう,ねんう,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 うはい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 は うん、その人たちは独自にフランスでまあ研究所を建てて、うんはい、で、改めて匂いについての研究をもう一度は再開しようじゃないかと。はははははいいいいいで香水の研究を進めていって、うん、で、それが1919 19年とか1920年の話やねんな。でその翌年1921年、うん、ここでボウに人生最大の転機が訪れんねん。はい 某はとある人物に呼び出されて、うんうん、これまでに作った香水の試作品を10本ずらって並べんねん。うん、でその呼び出した人物が「うん、今年の5月5日には私の5度目のコレクションが行われるの。5という数字は今の私にとってラッキーナンバーなの。はい、あ,あらららはいはいはいあの,、はい、あの人じゃないですか。はい、この香水 私のブランドから販売してもいいかしらって言った人物はもうわかるよなあのシャネルさんでしょそうはい世界的ブランドのあのシャネルの創設者はいここシャネルここシャネルさんですよねはいでそのあの人の代名詞めちゃくちゃ世界一有名といっても過言ではないあの香水シャネルの5番ですねシャネルの5番がここで誕生すんね へえへえへ,へ,へーでそう試作品で、うん、いわゆるナンバーしか書いてなかった、ねうん当時ってあのあそういうこと、ね、じゃもう数字選考で決まったんやじゃあそれはそ<う>この匂いじゃないと思うとかじゃなくてなんか5番<ー>、まあ、どれもいい匂いったんかもしれんけど私のラッキーナンバーだから5番よみたいな感じでシャネルの5番っていうのが今代名詞になったんやへえもしかしたらナンバー10やったかもしれんし。 僕さんそんなに別にいい匂いかどうかもわからんかったんやじゃそ,そうそうそう <laughs> まあもちろん匂った上での判断やけど <laughs> まあいい匂いだからこそ売れてんやろうけどねそうそうはい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 るいは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 い だからいわゆるだから<ー>さっき言ったように岩ロは香水今つけてはないけどでも知ってるぐらい有名やん知ってる知ってるうんでこのきっかけから、まあ、エルネスト・ボウはシャネルの調香師になって人生をまた新たにスタートさせて、まあ、そこからいくつもの名作を生み出していくという、うん、へえまあ本当にこれがエルネスト・ボウの簡単な歴史なんですけどはい、まあ、ちなみにうん シャネルのナンバー5がここまでの地位になった理由としてあと2人重要な人物がいてんねんはいそもそもこのエルネスト・ボウとここシャネルを合わせた人物、うん、おだからいわゆる呼び出した人物はいはいはいその2人をつなげた人がいるってことねそうそうそう、うん、これ誰かというともともとロシアの超お偉いさんやったんやけど、うん、まあドミトリーさんっていう方やねんけどドミトリー、うん、とこの人は、うん いろいろあってお家騒動とか巻き込まれて、うん、フランスに亡命してなんと当時は、うん、ココ・シャネルの愛人やった人やねん。ああそうなんや。そう,そうへー、うん、で、この愛人がココ・シャネルに私あのフレグランスブランドもやりたいと思うんだけどどう思うって言ってあロシア時代だからロシアとかのあの、いい長考師がおるって噂知ってるぞっていうことで坊さんを呼び出すことに成功してシャネルのナンバー5ができてるから。 へこの愛人がおらんかったら、うん、ナンバーファイバーは生まれてない。うわなんかそのなんでしょうそのあの大人のエロティシズムみたいなあの香りからはそういう歴史的にもちょっとこう,うなんか。 色気の。雰囲気が漂う。そこにも愛人との関係から生まれてんね。いいですね。香水にもそう。その色気、歴史にも色気を感じるという。うわあ、セクシーですね。いいですね。もう一人。すごいね。もう一人の重要な人物。はい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 。ええええ。はいはい。二人重要人物。えええ、そのなんとかドミトリーじゃないの。ドミトリーじゃない。あ、もう一人おんね。うん。うん。まあ、でも、これもめちゃめちゃ有名。マリリンモンロー。 ああマリリン・モンローねはいはいはいマリリン・モンローがあそうねなんか使ってたんで、あの人がねそう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 うん、うん、1952年に発売された雑誌のインタビューでうん私はパジャマでもなくうんナイトガウンでもなくうん寝るときにまとうのはシャネルの香水ナンバー5だ、うん、けはい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 なんか聞いたことあるなそういうのなうん、うん、これ CM にも実際音声が使われたぐらいへ<ー>日本で放送されて2013年あたりかな うん、もうむちゃくちゃ伝説的な有名なセリフで今のもんね聞いたことあ,ーあるなーってぐらいのもん思いやった、うん、んかマリリン・モンローイコールサデムの5番みたいなイメージがなんかあるな,、うん、なんかうん、うん、いやもうこのセリフってさやっぱりいわゆる何も私は身にまとってないのよでも匂いだけはまとってんのよってい,うもういわゆるやっぱマリリン・モンローのあの世界観からしてもすごくセクシーやまあでもあのいやお風呂入った後に香水つけんねやとか思ったけどな <laughs> <laughs> そその匂いを落とすために、う。お風呂入ったのに何かもう一回あなんかあ汚いなとかはちょっと思ったけど昔わかるそれもめちゃめちゃわかるけどみんな思ったんちゃうんちょっとえっていうのはでまあまあまあねそうでもそのやっぱマリリンもう。匂いをまといたいってことねはい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 かついわゆる何も身につけたのえ裸に香水すごくえっ沈むまあ確かに確かにね大人のエッチなんか感じがするねうん っていうのも相まって「えちょっと待ってこの匂いってうわマリリン・モンローがはだかりつけてるみたいになるやんやっぱりまあ、エロの代表ですからね、うん、マリリン・モンローさんはいそうっていうことも相まって、はい、ここからまた1952年をきっかけにまた爆発的にヒットしていく、はい、へえあさサラニットってやそこでそ<う>52年にへえ、うん、すごいねでこの2人のおかげでシャネルナンバー5はできる、はい、そして爆発的にヒットしてもう去年ナンバー5できてうん100周年やから、うん

起こっているという。うーんそんな最初にして原点にして最高のはいはい香水、はい、シャネルナンバーファイブのお話でした。いやー素晴らしいですね。意外いやうん全然俺は、まあ、まあなんとなくふわっとふわっと,わっと、うん、なんかシャレの五番ってすごいみたいなだけだったけど、うん、そういうなんていう背景とかなんかいろんな偶然が重なってとは全然知らなかったね。 ほとんどの人がそうかもしれんけど意外とロシアの石鹸会社に勤めてた一人の男から生まれたなるほどちなみになんですけども、うん、ちなみに返しですけども、うんえー、僕が、えー、今まで唯一、えー、お付き合いしている彼女にあげたプレゼントしたあの香水もシャネルの5番ですね <laughs> <laughs> マジで <laughs> 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 マジでちなみにですけども <laughs> えそれをな, <laughs> なんでシャネルナンバーファブにしようと思ったの えいや多分その子が確か欲しいって言ってたんちゃうかったかなだからあげたんじゃなかったな多分え値段覚えてるえっとねいやでもそんななんかえっ、ー、とねこんななんか瓶に多分まあでもそんな12万とかじゃなかったかな1万2万くらいじゃなかったこんな多分じゃあ1 5リのやつ分かったよね多分なあーなんかそうかも分からんうん、うん、めっちゃでかいやつじゃないなんかそのいっぱい買ってあんま使わんかったら嫌とかいろんなこと考えて中くらいのなんかサイズにしてあー絶対そううん そう,そうあの使い切るなんかそんな感じ気がするからそんなでかいさじゃないけどまあそんなん二 2, 2万円ぐらいかな12万1二<う>万はい十5ミリ2万円ってもう普通の俺の持ってる香水とかからしてもやっぱもう倍ぐらい値段する確かにねあのそれは思った他のあれに比べてめっちゃ高いんよなうんそうだからたまたま俺そサネルの5番だけなんとなく知ってたからそのさっき言ったあ今はこんなんも出てんねやっていうのをあのみ見て思ったの覚えてるもんなるほど思い出があった、うん、ちゃんと、うん 俺だ、ちなみにですけどねこれはもうほんといわちゃんにはにわかですけども <laughs> あの岩ちゃんラブにわかそうですラブにわかですけども彼女に唯一あげたことあるその当時ね付き合ってた彼女に唯一あげたことのある香水がサンデルの5番です <laughs> いやそうだからめちゃくちゃいいものをあげてんのよ <laughs> 絶対にへえ30ミリでも4万とかするから そうやでな、めちゃくちゃ高かった記憶はある、確かにそういうのは。もちろん、あの言うてテスターとかは匂わしてはくれるから、まあぜひ、どんな匂いなのって、うん、そんなセクシーな匂いちょっと、やっぱバックグラウンドを知ると、人間って余計に興味出てくれる,るから、そんな歴史あったんやということを踏まえて、一回ちょっと百貨店に入って、シ、はい、ャンデルのナンバー5を匂ってほしい。あ、いいですね。うん、いや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 、えいいにわかでした。 いやありがとうございました。はい、素晴らしいですね。まあちょっとね雑学チックでありましたけれども、はい。エルネスール。まあ最近ね。ううのの最近ね。そういう匂いとかねフ触るガスとかねそういうものはなんかアルコールいっぱいみんなするようになってアルコールのちょっといい匂いをするものをみんな持ち歩くようになったりとかして。多いよね。そういうなんかね匂いのする何かグッズって今めちゃくちゃ多いしめちゃくちゃ流行ってるから、<う>まあこの機会にねぜひとも。そう。 楽しんでいいたただきと何者かは分かりませんけどどの立場で言ってんかか分かりませんけど俺も何の立場か分からんけどぜひチャンネルナンバーブに寄ってみてください。はい。という今日はこんな感じのいやありがとうございます。パフュームにわかでございました。はい。以上です。はい。というわけでね、またぜひ次回の放送もお聞きください。はい。というわけで今日のお相手は桜井といいものでした。 ありがとうございました。ありがとうございました。